えーと今日はね、事件者が解放同盟関係者に訴えられている裁判の報告です。今日、口頭弁論の、じゃなくて、えー、弁論準備手続きが行われました。東京地裁でね。それでようやくね、口頭弁論が再開される見通しが立ったのかなという状況です。えー、最初ね、 2016年の4月ぐらいから裁判始まってるんですけども、その時は口頭弁論が開かれて、公開で、まあ誰でも傍聴に来れたんですけども、しばらくの間は非公開の弁論準備手続きという手続きに入りまして、それで、まあ誰でもそれは傍聴に来れるというわけではないので、まあ傍聴に来てくださいというふうに呼びかけられなかったんですけども、 えっと、まあ、今日は何をやったかっていうと、こちらからいろいろと証拠書類を提出しました。それは、えっと、インターネット上にね、まあ、例えば、解放新聞もウェブ版ありますので、そこに、原告の名前とかね、役職とか載ってるよと。つまり、今回の裁判ね、なんか解放同盟関係人物一覧とか言って、童話地区域っていうサイトにね、 えー、載せられたことについて、まあ、別に私が直接載せたわけじゃないんだけども、結局私が管理しているサイトだろうということで、それで、その責任を問われてるわけなんですけども、まあ、そこに載ってた解放同盟員の名前とか役職については、これは、ま、解放新聞とかウェブ上の情報から転載したものに過ぎないから、それをプライバシー侵害というのは違うんじゃないかということで、いろいろと、えー、 ウェブ版の解放新聞とか、あと、まあ、議員の方とかね、自分でウェブサイト解説されて,てそこに経歴とか載ってるので、そういうものをコピーしたものを裁判所に提出したっていうのが今日のところなんですね。で、その後、裁判官からですね、今後の審理の進め方について話がありまして、えー、証人尋問というのを解放同盟側が求めてます。で、今、誰をね、実際尋問するか とととといいうことについては、まあ、私と三品とですねあと解放同盟側で確実なのは、えー、副委員長の片岡さんねえ、久美坂さんに本当は出てほしかったんですよ、久美坂に忙しくて出れないということで、片岡さんが代表として出てくるということと、あと川口くんですね、あの例のえ。ということが今現状決まってます。あと についてなんですよ。次回弁論準備手続きが4月8日なんですけども、これはまあ、相変わらず非公開なので、皆さん傍聴には来れないです。ただ、えっ、ー、とね。この先。 実際、証人尋問っていうのが行われ、行われまして、まあ、少なくとも10人ぐらいは証人尋問の対象になるんじゃないかということです。で裁判のね、証人尋問っていうのは、まあ、ドラマなんかでも見たことあると思うんですけども、証人が証言台に立って、まあ、宣誓して、裁判官とか弁護人からいろいろ事実関係を聞かれてっていうようなものですで。注意していただきたいのは、証人尋問っていうのはあくまで事実,事実関係を確認するものなので、まあ裁判 官からもちょっと注えまあ人を吊るし上げたりとかね意見を聞いたりっていうような場ではないのでその点は結構ドライなものになります。でこれがね解放同盟側は何もいっぱい人を動員してくるんで大きな法廷でやらないといけないので裁判所が法廷確保するのは大変なんですよ。 えーっとね、101号法廷、東京地裁の一文書の法廷で、6月15日、6月29日、8月24日、あと8月31日,日、この4日間を仮絵差し押さえするっていうことになってます。まあ全部の日をフルに使うかっていうかどうかわかんないんですけど、まあ多分裁判官の見方だと、まあ3日ぐらいで終わればいいかなっていうような状況なので、まあ、このうちどれかっていうことになります。だから、 これはね実際皆さん傍聴に来れるので、えー、やるとすれば6月の15日29日が8月24日8月31日ということになりますまあそんなところですね今回はあと解放同盟からもなんか、えー、は署名が来てるんですけども,もう今日の今日に出されちゃったもんですからまだ読んでませんということでまあそういうのはまた次回、えー えー、おいおいご報告しようかと思います。それでは今日はひとまず裁判の報告ということで、えー、お伝えいたしました。